HBCC をドットネットに移植する、第63回ですね、始めていきたいと思います。よろしくお願いします。しまった。はい、すいません。今回はこっからここまでの範囲でやろうと思っています。ですね、各種オペレーターですね、これは数値計算の and とか or とか xor とかですねと、それから、論理演算としての、and と or、 それから、これは、インコンプリートアレイタイプだから、あれですね、要素数を指定されてない、配列の型の宣言に対しての挙動ですね。これの対応。それから、これは何だったっけな。リケハンアレイトゥーポインターインザファンクパラメルコンテキスト。何だったっけ、覚えてない。まあ、後で見るからわかるか。それから、あとはノーションアンインコンプリートストラクトタイプ、これもそうですね、不完全な構造体型の宣言ですね。あの構造体の多分メンバーが定義されてない場合の挙動の話だと思います。で、あとは Go to ラベル、それからちょっとしたリファクタリングと、ラベルのラベルとタイプデフの、コンフリクトを解決するというような内容ですね。じゃあ始めていきたいと思います。まずは三重演算での and or xor 対応ですね。で、テストを見るとまあこんな感じですと。で、三重演算として0&1 3&1 7&3とか、まああのマイナスが含まれている場合で、まあ or の計算、それから XOR の計算ですね。と、あと、この辺は、AND して代入とか、OR して代入みたいなのも、あの、計算できるという対応ですね。で、じゃあ、まずヘッダーを見ますと。で、追加されているのが、ノードの、型として、ビット&ビット OR、ビット XOR というのが新たに追加されますと。まあ、これ妥当ですね。それから、トークナイザーの方も、演算子として新たに、キーワードとして and イコール or イコール xor イコールを追加しています。で、型の方は、これは、アットタイプですね。アットタイプで、ノードの、ノードのタイプが増えているので、なので、それに対応するのを追加していますと。やり方は、まあ、要するにバイナリーオペレーターと同じなので、これまでの nd アット nd サブとか、まあ、これらと同じ扱いにするという感じですね。で、パーサーの方ですけど、これは前方参照ですね。それから、かな。今まで、アサインのルールは、イコーリティで、アサインオプ、オペレーターアサインというような感じで、再帰的に続いていたっていうのを、ビットオアに持っていく感じにしてるんですね。で、まあ、それに合わせて、ここはイコーリティだったのが、ビットオアを呼び出すように変えてます。再帰探索で変えてます。で、ここに、and or xor の、代入ですね。のコードを追加してますと。これらのやり方は基本的に今までの、演算して代入というのと同じような感じで、まあ、新たに追加されてるって感じですね。で、生成するノードも、今回追加したビット&ビット Y、ビット XOR を追加すると。それから、その追加したルールとしてビット OR があって、こいつは、ビット XOR のルールに対して OR ができるっていうふうにしてますと。で、それからビット XOR がビット&に対する XOR の演算のこう
再帰的な定義に、つながっていて、でビットアンドが、元の、ルールのそのイコーリティに対するアンドでつながるみたいな感じになっていると、まあ、こういうような階層付けになっているので、それぞれのその演算ですね、OR と XOR とそのアンドについてが、まあ、そういうようなあのこう演算子の優先順位として定まるという感じになっています。で、パーサーここまでですね。それからコードジェネレーターも、今回は単純で、それぞれの ND ビットアンド、ビットオア、ビット XOR について、ドットネットのその CIL に対応するオフコードがありますと。まあ、ズバリ、アンドオア XOR ということで、まあ、このノードが来たら、まあ、そのオフコードを出力するという感じですね。まあ、それぞれは、評価スタックに積まれている2つの値をポップして、そしてそれぞれの AND OR XOR の計算をして、そしてその結果が、評価スタックに積まれるというような流れですね。このあたりはあのこれまでやってきたバイナリーオペレーターの AND とか SUB とか丸 DIV とこの辺と一緒ということですね。はい、なので、以上でこれについては OK ということになりますと。次は論理演算としてのアンドとオアですね。はい、すいません。テストコードを見ると、こういう感じですね。論理演算なので、結果は真偽値として扱いますね。真偽値といっても C 言語の場合は、ブール型はまあ一応あるにはあるんですけれども、実際の計算というのは、そのイントに、内部的にはそのイント整数としてあの扱いますと。ただし、整数だとその0と1以外の値も取りうるんですけれども、そのまあ0か0以外の値かによって、評価する内容が、まあ、true とか false にあの収束するというような感じで扱います。で、まあ、それぞれの計算パターン、まあ、いくつかやっていますよと。まあ、この数値の計算として結果が0になった場合は、まあ、0として扱われるみたいなことも、想定してますね。ここで例えば 2-2 は0なので、0と5を、論理アンドすると結果0になるという感じですね。はい、これはまあ問題なさそうですね。それで、ヘッダーの方は今度は、先ほど、どれだったかな、ビットアンドは XOR追加してたんですけども、今度はログ&ログオアというのを追加しています。で、トークナイザーの方の、オペレーターのキーワードですね。これも新たに&&オアを追加しています。それから、タイプの方も、ログオア、ログアンドというのは、結果必ず、整数になります。今話した通り、まあ、一応真偽として扱うんですけれども、結果、計算上はあくまでもその整数値として扱うので、結果の方としては対イントを想定するということで、このノードが現れたこのノードの方は、対イントであるというふうに、合わせておきます。それからパーサーは、前方参照は追加されていて、で、このアサインの部分ですね。ここが、ログオア。さっきビットオアというのを追加したんですけど、ここにあのさらにログオアのルールを挿入します。ということは、ログオアの方が、計算の優先順位としては、高くなるというのか、ちょっとあれですね。まあ先に評価されるという感じですね。ログオアの方を、見てみると、ログオアはログアンドのルールに対してオアで結合されるということを想定し、ログのアンドは、ビットオア、さっき追加したですね。算術オアの、アンドの計算。で結合するっていうような感じになりますと。なので、まあ後とやっぱり後と言った方がいいのかな、あの演算子の優先順位としては後になるというのが、この、ルールのその階層の紐付けによって決まっているという感じですね。
で、あとコードジェネレーターですと。で、これは、リファクタリングで、元のコードは、ノードのその左辺の型が8倍と想定されるもの、まあ要するにロング値みたいなのが来た場合、LDC I8 を使って、0という値を転送してたんですけど、これあのオフコードとしては結構長いんですよね。あのバイナリ形式になると長いので、16、17バイトあるのかな。なんで、まあそうじゃなくって、ここにあるように LDC I40、これ1バイトなので、1バイトで、これ I4 だから32ビットの、0として、一旦そのスタックに積まれますと。で、その後、左辺値の型のサイズが8だったら、そしたら、コンボ I8 で、8バイトに、拡張するんですね。これは I8 使ってるから符号拡張だけど、でも、ここではもう0入れてるから、まあ、符号も減ったくれもないですよね。最初から、まあ、符号なしの0なので、まあ、結果的には、64ビットに拡張された0が、再度スタックに積まれるというような感じですね。まあ、こっちの方が短いってことに気がついて、それをいそいそと直したやつですね。で、NOT は今回、直接関係ないんで、ここはリファクタリングなんですけど、同じような流れで、ログの&についても、ジェンエクスプレッションで左辺値を評価した後、LDC I40 で、0を入れて、それが8バイトだったら、コンボ I8 で、8バイトに拡張すると。64ビットに拡張するっていうようなことをやってますと。で、これなんでそうしなきゃいけないのかというと、ジェンエクスプレッションでその左辺値を評価したときに、それが、4バイト値の値なのか、8バイト値の値なのかっていうのは割と重要で、なぜかというと、この後の、BEQ っていう命令ですね。これに限らず、比較系のオープコードがあるんですけど、それは、いくつかのグルーピング、グループ分けされる、その評価スタックに積まれた型っていうのがあるんですけど、それが少なくともその、32ビットの値なら32ビット、64ビットの値なら64ビットに、揃えておく。置かなければならない。確かマストのはずなんですね。なので、この左辺値を評価した後、その左辺値のサイズに合わせて、必要であれば、64ビットに拡張するっていうようなことをここでやってるわけですね。だから同じ0と比較したいんですけど、0と比較するにしても、その4バイトなら4バイト、32ビットなら32ビット、64ビットなら64ビット同士で比較しないといけないから、まあこういうようなコードを、加えていると。いう感じですね。で、まあ結局 BEQ、イコールなので、ブランチイコールの略なんですけど、なので、この0と比較する、この左辺値を0と比較して、そしてイコールだった、つまり0だったってことですね。この左辺値が0だったら、L フォルスにジャンプします。L フォルスはここですね。ここにジャンプする。で、そうじゃなければ、今度は、右辺値を評価して、右辺値も同じように比較したいので、ここで、LDC I40 を入れておいて、64ビットだったら、コンボ I8 で拡張して、で、BEQ で比較すると。で、これも、やはり0であったら、フォルスで、抜けますと。こちらに行きますと。これ何、総合的には何をやってるかというと、これログ&なので、両方が、0以外の値、右辺値と左辺値が両方とも0以外の値だったら1になってほしいんですよね。そのためにここの2つの判定をしています。ちょっとこれ長くなるんですよね。ログ&って結構単純な計算のように思えるんですけど、オフコードに直すとどうしてもこんな風にはちょっと泥臭い感じになってしまいますが、まあこれ必要なのでこうなっていると。で、どちらかが0だったらフォルスに行きます。そうじゃないとここの下に来るので LDC I41 で、まあ要するに true の代わりですよね。true の代わりに1を入れ、スタックに積んで、で、エンドに飛ぶ。ここですね。で、フォルスに飛んだ場合は、LDC I40 で0を入れて、で、まあこのまま、L エンドにフォルスルする。ということで、このログアンドという計算が実現できています。で、まあ、ちょっと長いんですけど、まあ、こういう流れが分かってしまえば、OR の方も単純で、ほぼ同じなんですけど、ここですね。ブランチのその、
評価が、まあ、結局逆になればいいということで、BNE-UNS というのを使って、true の場合は、飛ぶ、ここの L true に飛ぶというようなことをやってます。この .s は、あれですね、近傍にジャンプする場合に、使いますと。まあ、そうすると、オプコートの形式が若干小さくなるので、まあ、これ、実際に実行されるときは、おそらく JIT コンパイラが、.s だろう、s ついてなかろうが同じ命令に変換するとは思うんですけど、その exe とか dll とかいうファイルが、まあ、こういう短い形式にすることによって、若干こう縮まっていく。それは、積もり積もっていけばどんどん小さくなるので、まあ、こういう最適化された形式が使えるんだったら、まあ、そこで使っていけばいいと。いうような感じで使っていますというふうに今口で喋ってんですけど、ここドット S 使っちゃまずいような気がするな。なんでかというと、この J エクスプレッションの評価結果ってどのぐらいの分量になるか分かんないんですよね。要するにこの中に入ってった時に、そこから出力されるオープコードのそのサイズがどのぐらい、何行ぐらい、何オープコードになるのか分かんないので、なので短いうちはいいけど、長くなるとこれ NG になるからまずいような気がする。まあちょっと後で確認しておきます。まあこちらも同じですね。でもこっちは大丈夫ですね。こっちは L トゥルはここなんですけど、ここの間には2つのオープコードしかないって分かってるので、まあ短い形式で問題ないですね。あと UN に引っかかってる人もいるかもしれないなと思うんですけど、UN っていうのは、これなんだったっけな、アンサインド形式のオプコードの場合は、UN というのがついたりするんですけど、これね、ブランチのこの BNE っていうのだけは、違っていて、これなんだったっけな、ちょっと何の略だったか忘れたんですけど、みんな UN、UN っていうから、これアンサインドで比較するのかって思うんですけど、確か違う。なんだっけな、アンコンディショナルランとか、なんかちょっと違うんですよ。で、これ、前のそのログアンドの方では、BQ っていうのを使ったんですよね。で、BQ.UN っていうのはなくて、そもそもないんですよ、その比較については。これなんでかというと、32ビットなら32ビット同士で、計算します。64ビットなら64ビット同士で、比較計算しますという話をさっきしたと思うんですけど、まあ、結局ね、ビットイメージだけでこう比較してるんですよね。EQ と NE っていうのは。で、なので、そもそもその、符号ありかなしかってあんま関係ないんですよ。で、なので、この UN ってもう最初に見たときに、UN って、なんか、符号なしとか、まあ、わからなくないけど、じゃあ BQ は符号なしじゃないのかみたいな話で、ちょっと、って思ったんですけど、それからなんかいろいろ調べてって、スタックオーバーフローにやっぱりこれと同じようなことを指摘してる人がいて、なんでこれはこうなのかみたいなことを書いてる人がいて、なんかそれに対する回答があっていうのは、ちょっと調べてみますか、今。なんかあったような気はするんですよね。スタックオーバーフロー、これかな、なんかクリックした跡ありますね。なんか回答見てて面白い、興味深いとか思ったんですけど、各自皆さん見てもらえればいいと思うんですけど、確かね、ありますね。 The docs for BQ don't mention signed unsigned values or floats but the docs for BNUN explicitly sayThat it applies to unsigned values and floats. However, the compiler uses BNUN for signed values as well as unsigned values. これね、ちょっと拡大してたんです。これかな、ちょっとよいしょ。
あサイドビットは奇妙です。 BEQ のドキュメントには符号付き符号なしの値を浮動小数点については書かれていませんが、BNEUA のドキュメントには符号なし値や浮動小数点値も適用されると明示的に書かれています。これをそう私も読みました。しかしコンパイラーは符号付き値だけでなく符号なし値を BNEUA にも使用します。そうなんですよ。って思ってたんですよね、僕も調べた時に。で、結論としてはですね、どっかに誰か、おお、なるほど、その説はあるかもって思ったんですよね。どれだったかな。オーダーどう、あ、これかな。ぐちゃぐちゃし、よいしょ、ありがとうございますと、CLI アノテーテッドスタンダード526ページ以降を拝見させていただきました。アンオーダードはアーグの型と関係なく値が何かどうかということのようです。そのため何イコールイコール何を不等号として扱う BQ と正反対で BNEUN は何ノット何をシーンとしています。これ浮動小数点の計算の話ですね。で、そう、それもあったんですよ。で、符号なしを比較した場合という注釈が冗長であることは同意します。私は引き継ぐ符号なし方ではなければならないという意味だと考えていましたが、そうではなく、セマンティクスに関するものです。順序のない値については、比較の操作に関するノートで何について特に言及されていますが、分岐インスタンスについてはそうではありません。そうですね。その通りなんですけど、なんか、もう一個面白い話があったような、これだったかな。サクション、トランスファーコントロールトゥザスペシファイドターゲットインストラクション if value 1 is not equal to value 2 when compared using unsigned integer or unordered float value。 そうそう、こう順序付けられない、不動小数点の値のこの UN が来てるんじゃないかっていう話ですね。アンサインドではなくてアンオーダードの UN じゃないかっていう話だったと思うんですよ。興味深い。あ、ここに書いてあるな。あ、これ、これそうです。これ。よいしょ。CLR ミスバスターって言いたくなる。私の推測では EQUN は与えられた値が等しいか順序のない不動小数点数である場合に分岐するブランチ if equals or unordered floats ことからこの名前が付けられたと思います。熱心な文章作成者が UN を符号なしの意味と誤解し他の B ペケペケ UN 命令と同様それが伝播した可能性があります。私もこの意見に賛成しますということで面白い話なんですが、まあそういうわけでここで、話を戻すと使われているのは、BNEUNS というふうにしてあるってことですね。まあこれ最初ね、僕は BNE でやってたんですよ。で、UN、ああそうか、なんか符号とか見てほしくない、要するにイコールかどうかだけ比較してほしいから、これはなんか UN にした方がいいのかなと思ってこれを UN にしました。そして、だったらなんかこちらも、なんか BQ もなんか UL にしとくべきだよなと思って BQUNS って書いたら NG だったんですね。で、そんな命令はないと。ということで、おかしいなと思って、で、なんでこれが、こっちの2つ、BNE の時だけ2つあるんだろうっていうのをなんか調べ始めたら、なんか2時間ぐらい経ってましたね。はい。まあ、その間、ロズリンが出力する、オフコードとかどうなってるのかとか、なんかいろいろ調べてたんですけど、本見たりとかしてたんですけども、結論としてはさっきのスタックオーバーフローの、回答が正しいように思います。というわけで、ここで BNEUNS を使っているという話です。はい、ちょっと、なんかこう、トリビア的で長くなりましたけど、ロンリアンドオアは以上ですね。じゃあ次いきます。
あとはノーションインコンプリートアレイタイプ、これはこれですね。もう本当これも慣れないんですよ。これ書いたことないです。人生で一回も。こういうコード。これは、これ、本当に読め、初心者に説明するの、本当もうこうです。こういうふうに書きます。そういうふうに覚えてください。以上としか言いようがないんですけど、これは、イントの配列、イントの要素数10個の配列がありますと。それを指しているポインターっていう意味ですね。なんで、結論としてはこれポインターなので、イントポインターなので、なので4バイト。32ビットなので4バイトですね。で、まあ、本題のインコンプリートアレイっていうのが、この要素数が明示されてないものですよね。なので、これは、イントの要素数、これ上はイントの要素数10ですよね。で、下はイントの要素数10個かける N 個。N はまだわかんない。っていうものに対する、ポインターなんですよ。で、最後、ポインターなんですよ。だから、ポインターだから4倍っていう話ですね。だまあ、こういうような、要素数が不完全なものについての、その再造部っていうのは、一見なんか、計算できんじゃんとかいう気がするけども、これは公文上、ポインターなので4バイトです。っていう話ですね。ややこしい。で、これはコメントに、スペースが加わってるだけであんま関係ないですね。で、エラーメッセージ出力用に、メンバーに、トークンを保存するようにしてますね。あんまり本題とは関係ない。で、前方参照で、ここですね。アレイディメンジョンというルールが増えていて、元のやつはタイプサフィックスから、カクカッコ始まりので、その中でナンバーを、取得して、アレイオブで、配列型を作ってたんですね。なんですけど、それを、いや、アレイディメンジョンというルールを新たに追加して、そちらを呼ぶように、書いてありますと。で、そこの中では、カッコ閉じるがすぐに、現れた場合は、これは要するにナムがないってことですね。これに相当しますね。ナムがないので、なのでこれがインコンプリートアレイってやつですね。で、すぐに何か、このカッコ閉じるで、配列が、一応定義としては完了するので、タイプサフィックスを確認して、つまりここの後ろに何かさらに、続く、なんだ、例えば、多次元配列とかの定義が続いたりする場合のことを考えて、タイプサフィックスを、再起探索して、で、その型を得られたら、そいつに対する、配列型、ただし、インコンプリートアレイというマークとして、マイナス1のサイズというのを与えて、配列型を、生成します。そうじゃなければ、サイズがそこに書かれている。例えば、さっきみたいに10みたいに書かれているので、その値を取得して、で、カクカク閉じるまでスキップして、で、その後ろに続く、多次元配列かもしれないので、なんか それらの、情報から、型の情報を得て、さらにそいつに対する配列型を生成すると。その時の長さは、ここで取得した、サイズですね。SZを当てることによって、固定サイズの配列型を宣言しているという感じですね。はい、なんかこれやってるとね、C 言語だいぶ詳しくなってきた。なんか、まあ前から書けるんですけどね、C 言語。書けるんだけど、もうこういうなんかマイナーな構文とかほとんど書かない。無意識に避けてるので、あれよくわかんないから、あんなこと書かなくても、いくらでも、書こうと思えば、どうぞでも書けるので、C 言語はそれはいいところであるので、なので、避けるんですよね、そういうのね。じゃあ次は、Declare an array to a pointer in the func param context ということで、なんだっけ、これ。param decay。
ランガリー、ツーポインター。この算数の引数に、こう、配列型を指定できるんですよね。こういう、こんな感じで。だけど、これって実は、X って、ポインターとして渡るんですよね。なんか、こういうふうに宣言されると、まるで、その、配列の全体がここに値渡しされるような感じになるんだけれども、でそうではなくって、ポインターとして渡されるから、まあ一種の参照渡しみたいな感じになるわけですよね。これもあれですよ、地味初心者殺しですよね、 C 言語のね。でここだけなんか違うのっていう感じはするんですけど、はい、それに対応させるってやつですね。で X の配列、で要素数にで X に値を入れといて、で、パラム DK に渡してやると。そうすると、さっきの、コードでは、X の0番目の要素を値として返しているので、なので、結果的にはこの値が返ってくるはずだから3っていう返ってくるというのを確認するっていうことですね。はい。でこれは何をしているかというとですね、これなんだ。ファンクパラムズ。このルールはあれですね。関数のそのパラメーターのとこを探索するやつで、で、ヘッドから見て、これは先頭以外のものは、カンマを飛ばすみたいな感じですね。2つ目以降のパラメータの場合、カンマで区切られているので、それを飛ばす。そして、ここで元のやつは、デクルスペックでベースタイプを入れて、これはまあ変わんないですね。タイプ2でね。だから対2で変わんなくて。で、デクラレーターを呼び出して、でやっぱりそれも、得られます。対2で、ここの部分もあんまり変わらないですね。元のコードはそれに対してコピーした対を、現在の、型の、次の、要素としてつな、げているって感じですけど、ここで、なるほど、このデクラレーターで得られた対が、対アレイだったら、配列だったら、そしたら、これは何だろう。名前を取得して、対2のベースっていうのは、例えば、ここの例で言うと、そのアレイオブ T って書かれている、その T の部分ですね。これがベースに相当するので、これをポインタートゥーすることによって、t のポインターにするんですね。ポインタートゥー t で、要するにポインター型になる。で、それの名前を、対2のネームをそのまま、ここで代入しちゃってるからですね。代入してるので、一旦ここでネームだけ保存しといて、再度割り当てるみたいにすると。そうすると、この産業によって、まあ、ここにコメントに書いてある通りですけど、そのアレイオブ t だったものを、ポインター 2t に捏造してるってことですね。で、あとは一緒ですね。そいつをコピーして、現在の、型の、次の要素ということで、代入するという感じですね。僕はなんか、実はなんかもっといろいろやらなきゃいけないかなと思ってたんですね。なんでかというと、ドットネットの場合、なんだ。ドットネットの場合ってわけじゃないか。この CILの移植っていう意味で、配列型というのを、少し前というか、だいぶ前になったのかな。配列型というのを、CLR の配列型、いわゆる一般でいう C シャープの配列型ではなくて、バリュータイプですね。バリューアレイタイプというものを無理やり、編み出して、それを使うようにしたんですね。なので、これそのままなんかこう、ナチュラルに渡すと、そうすると、ドットネット上では、この、配列の値渡しが実現できてしまうはずなんですよ。で、なんで、この、
テストコードにあったこれですね。これは初心者殺しだと言いましたけど、これを値渡ししてるのと全く同じようにやろうと思えばできるんですね。でなんですけど、まあくどくど説明した通り、引数にはポインターで渡さなきゃいけないので、引数に渡されたその配列は結局ポインターとして渡さなきゃいけないから、なんかコードジェネレーターでもなんか泥臭いことをやらなきゃいけないのかなと思っていたんですけど、まあ結局はなんかこうノードをいじくるだけで、無理やりこれをポインター型にするだけでなんかいけるようになっちゃった。ああそうですか、まあ確かにそうですよねっていう話ですね。うん、まあ、このねコードを見た時に僕はなんか、あそうか、なんかAST ですね、このアブストラクトシンタックスノードっていうんですけど、このノード構造体で表される一連のそのスリー化された構造をこういろいろいじるだけで、なんかこう言語的にその新たにこう実装できる要素も意外とありそうだなとは思ったんですよね。なんでおそらくこれからさらに実装を進めていく上でも、わざわざそのコードジェネーターでやろうと思えばできると思うんですけど、コードジェネーターでやらなくてもこのツリーをちょっといじってやるだけでなんか対応できるっていうことはいろいろあるんじゃないかなという気が、なんかこれを見た時に思いました。はい、まあ脳筋なんでしょうねきっとね、コードジェネーターであとはゴリゴリやるみたいな、脳筋でスマートじゃないって話なのかもしれないです。じゃあ次は行きます。あとはノーションオブインコビートストラクトタイプですね。今度は、構造体の、定義が不完全なもののテストで、何かというと、これはなんだ、ストラクト、なるほど。これ、ストラクト風って、どこにも宣言されてないですよね。なんだけど、その宣言されてない構造体に対するポインターなら、これは合法になるんですよ。コードを生成できるものになる。ので、このバーっていうのはポインターなんですけど、結局はポインターなんですけど、それに対するサイズオブだから、まあ、ポインターのサイズを計算する。だから、これ4になるみたいな話ですね。まあ、同様な感じで、その、構造体のサイズが、未確定なものについても、まあ、合法的な計算ができる場合は、それできることということを確認するという感じですね。いや、細かい。これなんだっけ。ああ、このあたりでね、ちょっとデバッカーを使いたくて、なんか VS コードにが使う定義とか、なんかそういうのが置かれてしまうので、Git イグナに追加した感じですね。で、チビ CC のエッジは、このストラクトタイプのプロトタイプ宣言が増えてるだけですね。で、タイプの方は、これですね、もうこれは単純に、タイストラクトを新規に生成するっていう、そういう、関数が追加されてるだけですね。それから、これ、ちなみに初期サイズが0になってますね。それから初期、アライン、初期アライメントのサイズが1になってます。これね、初期アライメント0じゃないのって思うかもしれないですけど、1にしとかないとね、多分なんか0乗算かなんか発生しますね。計算が0に潰れて、それがなんか非常数になって、0乗算エラーになるような気がします。で、まあ、どちらにしろ適切な値で上書きする可能性があるので、そこは問題ないと思います。パーサーで、デクラレーションって、これはなんだ？サイズが、0より小さい、マイナス1ですね。マイナス1の場合に、インコンプリートタイプってことにすると。さっき見たやつって、でも0ですよね。サイズの初期値は0。どっかで入れるんだったっけ？あんま覚えてねえよ。ここですね。ストラクトユニオンデクルっていうのは、なんだ、構造体と共用体の、ルールの、共通で
共通の、処理を抜き出している部分で、で、ここで、なんだ、ファインドタグで、これは、多分、すでに定義がなされていたら、その定義をそのまま使うみたいなやつだったかな。そうでなければ、前は、もう存在しないってことでエラーにしていたんだけど、存在したらそれは、それをそのまま使う。存在しなかったら新たにここで、構造体を定義するみたいな、書いてありますね。で、その時の、その構造体のサイズをマイナス1とすることによって、まずこの構造体の、状態をインコンプリートストラクトっていうことにするという感じですね。で、それから、コンストラクター、ストラクトタイプ、オブジェクトで、これなんだっけ？ちょっと待てよ。これ、条件が、タグ名があって、なおかつ、括弧が始まらない。つまりインコンプリートタイプの宣言だったっていう場合ですね。で、その時に、ファインドタグして、型が見つかったら、それは事前に、構造体がちゃんとしたものが定義されてるかもしれない。まあ、されてないかもしれない。まだインコンプリートタイプ かもしれない。このファインドタグで見つかるのがインコンプリートタイプかもしれないけども、まあ、とにかく見つかったら、まあ、それでいいってことにする。そうでなかったら、これインコンプリートタイプ。タグ名はあるけど、その、構造体のボディが宣言されてないので、なので、ここで、インコンプリートタイプの、型を宣言して、で、まあ、その型を返すみたいな感じですね。この時、プッシュタグスコープで、保存しているので、なので、ファインドタグ、次回ファインドタグした時には同じタグ名であれば、今度は見つかるはずっていうことですね。で、そうじゃなければ括弧が始まっているはず、つまり、構造体共用体のボディが始まるところなので、括弧を飛ばして、で、新たに構造体を、生成します。で、タグ名を保存して、で、構造体のメンバーをトラバスして、全部解析しますと。で、タグ名が存在したら、なんだ、オーバーライトはプレビアスタイプ、アザーワイズレジスターザ、ストラクトタイプ。タグスコープの中を見て、すでに、この同名のタグが宣言されていたら、そしたらそのタグスコープ内にある型、保存されている型を、置き換えると。なるほど。タグスコープは別に保存している構造体のリンクリストなので、これ要するにスコープですね。タグ名をスコープ管理しているリンクリストなんですけど、ここは、この今、インコンプリートタイプが保存されてたはずなんだけども、ここでちゃんとメンバーの存在する定義が始まったから、それでトラバースしてメンバーも定義し終わったので、今や手元にあるこの体が正しい定義なんですよね。コンプリートタイプになるわけです。なので、それはでも、ここで生成しただけだから、タグスコープ内にあるその、体へのリンクは、更新されてないので、まあ、しょうがないから、ここでそれを探索して存在すれば、置き換えるみたいなことをするということですね。細かい。これ、分かりにくいバグになりそうですよね。これないと。で、これストラクトデクルですね。その今やってたストラクトユニオンデクルを呼び出した後、そいつがインコンプリートタイプだったらもうこれ以上やることはないから抜けるみたいなのが追加されています。で、ユニオンの方も同じですね。インコンプリートタイプの場合は抜ける。あと、これは、これはコメントが抜けてただけですね。追加したってと。はい。
それからコードジェネレーター、何やったんだっけこれなるほど。確かテストで、ここでそのインコンプリートタイプとコンプリートタイプがこう入り乱れて、あのこう現れてるんですけど、そいつをその AST に変換すると、そうするとノード上にその同じ名前のものが複数あのそのタイプが現れるんですよね。でそれを今までそのまま現れたものすべてをあのそのままこのエミットタイプでガンガンソースコードとして出力してたんですけど、それだと同名なのに違う定義が出ちゃうんですよ。そのインコンプリートタイプだったもの、つまり、メンバーが存在、一つも存在しない定義と、それからその後コンプリートタイプになったやつについても、なんかそのメンバーが付け足された、そういう2つの定義がここで出てしまう、まあ、場合によっては複数出てしまうので、それはまずい、あのうちビアスがこんなんあかんわみたいな感じでエラーになってしまうので、なのでここでその出力した型を記憶しておいて、でもうすでに出力している場合はまあそいつを除外するみたいなのを実装するためのものを追加したんですね。いやー、そうかとか思いながらなんか実装してたような気がします。これね、どうやってやったんだったかな。タイプ、単純に単位があるかどうかみたいな感じで除外したんだったかな。今の指定された単位と同じものが、これまでに出力したものの中に存在するかどうかっていうので分けたような気がします。エミットタイプリカーシブ、そうですね。ここね、なんかこのあたりまだなんか課題がいろいろあって、本当はあって、これ書いてる時にはまだ全然気がついてなかったんですけど、もっとなんかいろいろやらなきゃいけないことがあったんですけど、今のところまだなんか素朴ですね。単純になんかすでに発生した方かどうかを判定して、存在するものだったら除外するみたいなことをやってるだけですね。はい、以上かな。それからサクサクやりたかったけど結構時間がかかったな。じゃあ次は行きますね。Go to and label statement。これはGo to とラベルの定義ですね。そのままいらんわって思うかもしれないですけど、C 言語なので必要です。で、コントロール C で見ての通り、Go to A って書いて、A っていうラベルに飛ぶみたいな、なんかこういう感じですね。で、E だと途中。そして I だとその後ろみたいな感じで飛んで問題ないってことを確認する。なおかつなかなかいやらしい感じですよね。なんかこう、この変数名と被ってるものでもちゃんと区別されるみたいなのを確認するようになってますね。で、ヘッダー見ると ndgoto と ndlabel が新たに追加されてますと。それからこれノードの中に新たに、GoTo のそのラベル名ですね。で、それに対応するユニークラベル。これはつまり、ラベルは、私たちがその C 言語のソースコードを書くときに、好きなように付けられる名前なんですけど、それとは区別できなきゃいけない、ラベルとしてこのユニークラベルというのを、一緒に保存するようにしてますと。で、これは、多分ですけど、X64 のあのグニューアセンブラーみたいなそのアセンブラーだと、ラベル名って確かソースコード内で1位じゃないといけないんですね。で、なんですけど、チビアスの場合は実は、関数内で閉じていれば、同じ名前でもちゃんと区別されるようにはしてあります。だから、本来は必要ないかもしれないんですけども、分ける必要はないかもしれないけど、まあ、一応、同じように実装しています。
で、トークナイザーでは、キーワードとして GoTo が追加される。それから、パースは、新たに、現在の、GoTo のリンクリスト、それからラベルのリンクリストが、保存されるようにしてあります。で、ステートメントに新たにルールが追加されます。で、GoTo は NDGoTo のノードを作って、GoTo なんちゃら、例えば GoTo Food とか GoTo Bar とか書かれるはずなので、その、アイデンティティですね、ラベル名を取得して保存しておくと。で、リンクリストを結合しておいて、現在の、先頭の、リンクリストの先頭をこのノードにすると。で、セミコロンを飛ばすみたいな感じですね。で、今度は、ラベルの方なんですけど、ラベルは、集団がコロンで終わるっていうのを確認していて、そうであれば ND ラベルを作りますと。で、現在のそのトークンの位置から、名前を取得しますと。これはあのコロンが含まれてるから、だから、トークンレーンで、長さを切り詰めて、ラベルとして成立するようにしています。そしてそれに対応する、これはあの本当の生のラベル名なので、ユニークラベルというのを新たにそのユニークネーム、ニューユニークネームを呼び出して作っていると。で、これはあのシーケンシャルの名前ですね。作られますと。で、あと、その後ろに存在するものは、ステートメントエクスプレッションとして、ルールを解釈して、それを LHS に入れますと。で、GoToNext、GoToNext、ラベルズ、これは、そうですね。ラベルのためのリンクリストを作ってるという感じですね。で、このリンクリストをなんで作るのかというのがここで、これは結局ラベルが、ラベル、GoTo がかな。GoTo がどこのラベルを参照しているのかっていうのを探索というのは、ソースコードを全舐めしてからじゃないと、特定できないんですよね。まあ、実際には、関数を全舐めしてからでないと、前方参照、後方参照、両方ともあり得るので、全部、見てからでないとわからないから、AC のノードの探索を全部し終わってから、このリゾルブ GoTo ラベルズでもって、今、リンクリストが構築されているので、それぞれそのリンクリストを、舐めながら、名前が一致していたら、そしたら、その一致しているラベル同士で、ユニークラベルを、結合するというような操作をしているんですね。で、最後、これコードジェンの方で、もうノードにユニークラベルが存在するか、このユニークラベル名を、こういう感じで、ラベル名として出力することによっては、まあ、あとはチビアスの方でこれらの結合処理が行うという感じですね。はい。で、これリファクタリングなんですけど、これは別に意味は変わってなくて、ここで前、まだちょっとよく分かってなかった時に、自力で文字列を組み立てるみたいなのコードを書いていたんですけど、これよくよく見たら、フォーマット関数使えば書けるじゃんっていうことで直しただけです。やってることは全く一緒です。で、同じく、ここもそうですね。対イナム、対ストラクト、対ユニオンの場合の、タグ名の、名前の生成部分ですね。ここの部分を単純にフォーマットに置き換えただけという感じです。で、最後に、Resolve Conflict Between Labels and Type Defs。で、何かというと、さっきは、このようですね、41行目の、これって変数名として i が存在し、なおかつ、ラベル名としても i が存在するって場合でも、それに、競合しないで、ちゃんと正しく判定できるっていうことを確認してるんですけど、これのタイプデフバージョンですね。タイプデフで foo と定義されているものに対して、goToFoo というラベルの参照がコンフリクトしない
っていうようにするってことですね。これは、コンパウンドステートメントの最初のところで、なんだ、中括弧閉じるかな。中括弧閉じるが存在しない限り、ループしてるっていうのが、これが何だったかな。コンパウンドステートメント、タイプデフが書けるか、デクラレーションが書けるか、ステートメントが書けるかっていうところで、型名が存在し、かつ、コロンで終わってない、つまりラベルでないって場合ですね、は、従来通りの処理をしますと。言い換えると、ここのトークンにラベルがある場合ですね。ラベルがある場合は、この if の次に行くので、ここですね、ステートメントの中に入ります。このステートメントの中は、先ほど示したように、goto と、ラベルの、ルールの判定をしているところなので、まあ、それに従って判定された結果がここに返ってくるということなので、ここで、こっちに行ってしまわないようにしてるんですね。で、こっちに行っちゃうと、その、タイプデフと混同してしまう可能性があるので、ここで避けているという感じですね。はい。というわけで、今回ちょっと時間長くなりましたけども、こんだけですね。こんだけを進めましたと。まあ、また次回、ここから先、やっていきたいと思います。じゃあ、今回は以上で終わりたいと思います。ありがとうございました。またよろしくお願いします。